こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっとイメージチェンジです。今日はアマゾンさんの激安の除湿機3つご紹介したいと思います。性能を比べてみました。開封からその性能まで説明させていただきます。開封いたします。アイリス大山です。こうしてありますが、このように。はい、何これ。これはスイッチが運転と切るしかないですね。除湿といっても温風でなければいいんですけど、もしどんな風になるか。除湿のためにこう買ったんですけど、温風が出なければいいんですが、これを試してみますね。これホームセンターなんかでも安く売ってるのですけど、アマゾンさん格安だったので、こういうとタンクのね、タンクはこのような形なので深くないですね。ここに水が溜まるようにお仕事していただきましょう。どうかな。こういう大型の除湿機は初めてなので、運転、そうしてとりあえず4時間入れてみます。こちらから風が出ます。ここからが吸い込んで、熱くはないです。早速これ3階でお仕事していただきます。除湿機の特集です。とにかく今変わらずアマゾンさんです。はい、コンセントが入っています。持ち運びの方はあれかな、コンパクトですね。コンパクトです。ここにお水入るのがあります。2リッターぐらい入ってます。これだけ入ればラッキーね。コンセントはこちらです。はい、こちらのお仕事していただきます。時間タイマーとかはないので、1日500から550ミリっていうことはちょっと大仕事。このサイズだったらそれぐらいが限度なのかなと思います。はい、3つ目が来ました。アマゾンさん、ここを押すとテープが剥がれます。押してよ。ここを押すとテープが剥がれます。押して引っ張る。3つ目ですね。これはコンパクトというよりはミニに近いような感じですね。でもこれも仕事率が良さそうなんです。うまく出てないね。蓋ついちゃいました。お、小型ですね。小型ですが、かなり小型だけど、こういう感じ。しか入んないの。コンセントが入ってないとは。いや、電源は、電源どこについてるの。もしかするとこの中かな。この中だ。どうやったっけ。リッターも入らないの。500ぐらいしか入らないの。ちっちゃい。
いよね。それでは比較です。4時間経ちました。これ音静かね。それでは溜まった水、先こっちアイリス大山の方ですね。こちらにはタイマーがついていました。こちらにはタイマーがついていましたので4時間かけました。こちらはタイマーないので今で4時間です。それでは同じ条件で4時間でこうすればいい。パックみたいになってる。パックみたいになってる。パックになってます。何をしてるんや私。これ4時間で 180cc。 4時間で 180cc。 アイリス大山さん4時間で 180cc くらいでした。それではこちらこの方はゲラーゴですね。ゲラーゴはここに線があります、同じく4時間ぐらいです。ちょっとしか溜まっとらんや。 80cc ぐらいしか溜まっとりません。時間でこちらの方が倍々使えるっていうことです、ね、ここで84時間で 80cc ですから、12時間で3×24、1日で 500cc ぐらい溜まりそうですね。まあ、値段からしたらだいぶ違いますので。はい、それでは丸1日経ちましたので見てみましょう。スイッチを、これはライトだけです。スイッチを切ります。どうでしょうか。450ml 吸うっていう風にここにある、あれ、なんと150ミリ近くが入っておりますね。140か150か。この子の仕事率が1日に450ml までいきますということだったので購入したんですけど、大きさ的に言うとちょっとこれがなくしやすくて困りますね。コンパクトというよりはミニよりちっちゃいですね。今回買ったのはコンパクトなやつを買ったんですけど大きいですね。でもこの子はちっちゃいですね。前回紹介したミニ除湿機と比べてもちっちゃいです。ちっちゃいのに一番吸ってますね。140ぐらい吸ってます。3つ並べるとこんな感じですね。ちょっとお高いですけど性能はいいですね。おすすめかもしれないです。ただまあコンパクトと思って買うと小ささに驚きますし、もうちょっと吸ってほしいなっていう気はしますけれど、ちっちゃくてかさばらなくてもとても良いかと思います。はい、まあ、そこそこの能力のある除湿機です。格安です。おすすめです。はい、説明文にリンク貼っておきます。よろしかったらどうぞご利用ください。ではまたね。